皆さんこんにちは、えー、レク専任講師の雲野です、えー、まずは2022年の司法書士試験筆記試験の受験皆さんどうもお疲れ様でした、えー、まだあの疲れが癒えていらっしゃらない方も多いかと思います、えー、ですが、えー、レックからの解答速報等ですねご覧になっていただいてご自分の客観的な点数を、えー、もう把握している方も多いかと思います、えー、その成績どうだったでしょうか 特に今年ですね実質的な初受験であった方たち2022年の受験が実質的なまあ一回目の受験であった方たちの成績いろいろ皆さんから報告をいただいておりますもちろんすごくよくできた30点を超えていくそして記述に関しても大きなミスはないとまあ多分一発合格大丈夫だろうね。 いうようなですねあの感想を私からも返して、えー、差し上げた受講生の方いらっしゃいます。でも反面、えー、本当に頑張ってきたのに、えー、振るわなかった点数が伸びなかった。 そして今年、これはあの検証会ではっきり申し上げますけれども実はですね、午前科目の基準点が相当高くなる予想が出ております。で午後の基準点も、えー、昨年までと比べましてかなり高くなっていきますとなりますと問題を解いたときにあこれ少し簡単かもと思った印象とは裏腹にえ蓋を開けてみればかなりの皆さんがですね、実際にはできているということを受けてが、まあ、然とされている方もいらっしゃるんじゃないかと思います。 そしてですね「午前科目」に関して言いますと実は基礎的な知識だけで取れた問題が35問中30問問中もあるといいううような状況がございますそれは詳しくは検証会で申し上げていきたいと思うんですけれどもそうなるとですね 初級講座これは15ヶ月合格コースまたは全日制本科コースそして9ヶ月の合格速習の受講生の方であれば35問中30問、えー、取れていって、えー、おかしくない実は内容だったんですなのに自分の点数があそこまでいかないということを非常に皆さんとしては、えー、頑張ってきたのにどうしてだろうというふうに思っていらっしゃる方多いと思いますそして、えー、だからといって2023年の受験をですね諦めるかというと 諦められないですよねここまで頑張ってこられて2022年確かに点数的には及ばなかったとしても2023年の合格に向けて新たにもう一歩スタートを始めようと いうふうに思っていらっしゃる方多いと思います。で、そういった方のためにレックでは、えー、特に2年目の受験生をメインターゲットとしました実践力パワーアップ講座というのを、えー、用意しております。この実践力パワーアップ講座というのは、えー、私があの全講義のですね、えー、テキストからそして回数そして、えー、卓一と記述のバランス等全べてコーディネートをコーディネートさせていただいて責任監修しておる講座です。で、私自身ももうこの講座は 何年だろう。2008年向けに初めて受け持った経緯がありましたから、2008年から、えー、もう10 15年以上ですかね。えー、もうずっとこの講座担当させていただいております。そして多くの二回目、三回目の合格者を輩出しております。そして、えー、今年2022年、えー、非常にあの印象に残っている受験生、あの一年目一回目の受験で15点、えー、午前15点、午後 13点だっった受験生の方がいらっしゃるんですねその方今年2回目の受験で実践力パワーアップ講座を受けて2回目の受験でなんと32問そして30問記述に関してもほぼ失敗ないということで嬉しい報告をしてくださいました。なんとその成績たるや2倍になってるんです。 ですからこの方のみと言わずですね歴代の何,人何年もの前の受験生まで遡りますと本当にあの1年年目目よりも2年目が倍になっったたといいいう方ですすね、えー、たくさんいらっしゃいます、えー、私はあのもう講師経験が23年超えていますからそれこそ今あの現役のお司法書士講師の中では合格者を一番、えー、たくさん輩出している自信はあるんですが、えー、その合格者配信の中でやはり実践力の講座から輩出した合格者というのが一番 一番多いという風に感じておりますこの講座に関してはもう絶対の自信があります皆さん方にお話ししたいのはこの2年目講座の決定版実践力パワーアップ講座もしこれを受講されるのであればとにかくもうついてきてほしいということなんです勉強方法そして 毎日の勉強計画それからいつの時期にどの程度までできていなければいけないのかこういったスケジュール管理勉強計画の類を全て手取り足取り皆さんにご提案をします。そそしてもちろんですねその スケジュールその通りにいかない方が出てくることは想像できますからそのリスケプランまでも提供していいいきたいと思いますつまり第1プランとしてはこれが皆さんにお勧めだけれどもそれがこなせなかった場合には第2第3のプランをですね提案していこうとそして皆さん方からのご質問にも今年からはあの講師が 自ら質問に回答するというサービスをスタートさせますですから皆さん方からの質問にも私自身が私の言葉で回答していきますからそういったサポートも充実させていきますそして何よりも2023年最大の特徴はやはり改正なんですね、えー、民法不動産登記法に収まらず、えー、民事執行法民事訴訟法等についてももちろん会社法についても改正がもう予定されておりますでこれは来たるべく まあやってくる2024年の相続登記義務化についての前触れとしての改正もちろんそれが一番大きいんですけれどもそのほかにも令和元年の会社法改正の、えーまあまり残っていた支店登記の廃止ですとかそれから株主総会のです、ね、電子提供制度ですとかそういったものも含めて、えー、小ぶりなものそして、えー、一瞬見るとあさまつかなと思うようなものでも なんでしょう司法書士試験的には、えー、合否にね、えー、影響を与えるような。 あのレベルの改正というのがポロポロと出てきております。で、そういったあの改正への影響をとにかく皆さん方に代わって我々レックが、そして私たち講師がかぶって、そしてわかりやすくお伝えをしていきます。だ、皆さん方が第一線に立って情報収集をするのではなくてですね、私たちがまず情報収集をして、そして噛み砕いてわかりやすく皆さん方に提供する。そして実践力の講座はその改正に関する万全なサポート とのみならず、えー、基礎的な内容のほこびないしは基礎的な内容をそもそも習得できているとはちょっと思えないというようなですね、受験生の方へもの受け皿としてですね、えー、情報提供をしていこうと思いますもうとにかく初級講座の知識そこに、えー、おぼつかない点があるまたはほころびがあるそういった方へ、えー、一から叩き直すだけれども完全な初級の焼き直しではない 網羅的かつ全範囲にわたってですねとにかく皆さん方をもう10点台から30まで引き上げます35問中10点台しか取れなかったそういった皆さんを35問中30点以上30問以上取っていくレベルまで引き上げていきます。 実績についてはですね今後皆さんにその今年の推定合格者の方たちのです、ね、ちょっと声を速報としてこういったバーを使って流させていただこうなといただきたいなと思っているんですが決してこれは好調ではなく私もですね長いこと講師をやってきまして非常にあの自信を持っております。ですから初級講座で今年頑張ってきたのに点数が伸びなかっただけれども2023年絶対に諦めたくない。 そういったような受験生の方に全力でもってお勧めをしていきますもう誰にも負けない自信があります、えー、他の予備校他の講師まあ、もちろんねレックの講師はあの35問中どれぐらいの点数取れたかによってこう科目設定と並びに私の担当する実践力のように網羅的なコースなのかそれともこう 一点に集中するようなですねコースなのかというようなコンセプトが違いますからレクの中の講師で争うつもりは全くないんですけれどもただ同業他社のですね予備校さんの同じような講義を展開する講座あるのは存じておりますでも負ける気はいたしません実績が違います皆さん方をですね本当にあの2023年合格に導いていこうと思っておりますので今年何とかまあ今年ではない来年ですね何とかリベンジをしていきたい そういった方の参加を待っております。 模擬講義等ですね実践力パワーアップ講座これから実施していきますのでぜひ皆さん方の参加をお待ちしているところです。それでは皆さん方にですね今年の試験お疲れ様でしたというですね,ねぎらいとと,ともにこの後何なんとか2023年に合格していきたいという新たな気持ちを持って再スタートを決意されているのであれば実践力パワーアップ講座をお勧めしていきたいと思います。それでは皆さんごご清聴どううもありがとうございました